はい、どうも皆さん、ヤソでございます。今回レビューするアイテムはですね、こちらウィムリドムから販売されましたスーパーファインコットンルーズフィット LST を今回はレビューしていきたいなと思います。まあ、こちらのアイテムですね、前回レビューさせていただいたテンシェルシャツと同様で新作アイテムというわけではなくてですね、今回のリリースで新たに新色が追加されたアイテムとなっております。まあ、新色が追加されるということはですね、まあ、ウィムも結構力を入れている、そして気になっているユーザーさんもたくさんいらっしゃるのではないかということで、今回こちらのアイテムを購入させていただきました。今回も頑張ってレビューをしていきますので、どうか最後までご覧になっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。はい、ではというわけで今回レビューするのはですね、ウィムリドムから販売されましたスーパーファインコットンルーズフィット LST でございます。価格が4400円、サイズは S から L の3サイズ、カラー展開がダークグリーン、ライトグレー、ダークグレー、モクグレー、ライトブラウン、アッシュブラウンの6色展開となっております。そのうち新色が追加されたのがライトブラウンとダークグリーンということで、僕は今回こちらのライトグリーンを購入させていただきました。サイズは L サイズです。で、新色のライトブラウンなんですけれども、今ちょっと在庫を見てみたら全サイズ在庫切れとなっていました。というわけでですね、早速こちらのアイテムを着用していきたいなと思います。はい、というわけでこちら着てみました。いかがでしょう。で、まず生地感なんですけど、ちょっと一旦画角変えようか。これ意外としっとりした生地感になっていまして、個人的には非常に好印象の生地になっています。ドレープ感も結構あるので上品な生地だなと僕は思いました。で、色味もですね、ダークグリーンということで、かなり深めの色味になっています。まあ、近くで見るとこんな感じの色味になっています。はい。画像と全く差はない色味になっていますよね。この生地感、なんかすごく高級感のある生地に見えると思うんですよね。うん。触ってても結構感触はいいです。で、生地の厚みは、まあ結構薄めではあるんですけれども、ハイゲージになっているので、まあそんな透け感とかはなくて、春アイテムとしてはもうベストな生地かなと思いました。で、続いてはデザインなんですけど、まあシルエットはまず、まあちょっと丈が長めのボックスシルエットになっていまして、結構アームが太めのシルエットになっています。はい、結構太めですよね。まあ普通のカットソーって、アームの太さが結構タイトなものになっているものが多いと思うんですけど、こちらのアイテムはだいぶゆとりのあるシルエットになっていますね。この絶妙なアームの太さがですね、適度なゆる感とこのアイテム自身の存在感を出してくれるので、まあ、トップス単体で見ても十分活躍できるアイテムなんじゃないのかなと思いました。ただですね、逆に言うとアームが太い分レイヤードとして使っていくのはちょっと難しいのかなと思いますので、もう着るのであればこれ1枚トップス単体としてうまく着こなしていくのを考えていかないといけないということになります。はい、というわけで次はこちらのアイテムを使っていくつかコーディネートを組んでいきたいなと思います。いくぜ。はい、というわけでですね、まず1コーデ目組ませていただきました。いかがでしょう。まあデニムパンツにですね、はい、ちょっと小物のバッグを合わせてみた、ちょっと大学生っぽいカジュアルなコーディネートを組ませていただきました。まあトップスとパンツが結構ダボついた感じになっているので、はい、ちょっと引き締める感じで足元だけ革靴を入れております。まあ、こちらは結構もう春を意識したコーディネートとなっておりまして、割とね、誰でも簡単に組めるコーディネートなんじゃないのかなと思っています。まあ一応ですね、こうやってレイヤードも、白のレイヤードも加えておいて、チラチラっとこの白のアクセントカラーが見える感じになってくると、まあ緩いコーデではあるんですけど、まあしっかりバランスの取れたコーディネートにはなっているのではないのかなと思います。まあこれ結構、まあ自分で言うのもなんですけど、いい感じのコーディネートだと思います。はい、次行きましょう。はい、というわけで次はですね、ちょっとベージュ系のスラックスパンツと合わせたコーディネートを組ませていただきました。先ほどのコーディネートよりかはだいぶ綺麗め感が強まっているのかなと思います。こちらのカットソー単体でも十分使えるんですけれども、やっぱクルーネックってちょっと周りがのっぺりしがちなので、ちょっと今回はですね、アクセサリーもちょっとアクセントとして加えております。うん、やっぱシルバーのネックレスはね、皆さん1個ぐらいは持っていた方がだいぶコーディネートの幅が広がると思いますし、
まあ、こういうのってあんまりトレンドとかはないので、まあ、1個か2個買っておけばもうしばらく買い替える必要とかもないので、よかったらねそこら辺もぜひね買ってみてはいいのかなと思います。コーディネート全体で見ると、まあ、こちらのコーダーですね、もう下半身がきれいめでまとめて上半身は結構カジュアルめになっているっていう、なんかもうがっつり上下で分かれたコーディネートになっているんですけど、まあ、こういうベージュ系とグリーンって意外と相性がいいので、まあ、そんなに違和感はないスタイリングになっているのかなと思います。結構ねこういう深みのあるグリーンって割と使いやすいんで、いろんなパンツとの相性が非常にいいです。次のコーデ行ってみます。はい、というわけで次はですね、ちょっと先ほどとはほとんど変わっていないんですけれども、ブルゾン、ショートブルゾンをねちょっと上から羽織らせていただきました。いかがでしょう。足元もさっき革靴だったんですけど、スニーカーにしてね、よりストレート感を増したスタイリングにしてみました。まあ、だいぶカジュアルな印象になりましたね。ロンティーのいいところは、まあ、どんなアウターとでも合うっていうのがだいぶ強みになってくるので、色合いさえ注意できればもうかなり使い回せるアイテムだと思っております。というわけで次行ってみましょう。はい、というわけでですね、次はタックインをしてみました。いかがでしょう。まあ、さっきのカジュアルコーディネートとは違って、タックインをすることによってですね、綺麗め感というかおしゃれを意識しているなっていうスタイリングにより近づいているのではないのかなと思います。やっぱこのアームの太さがね、なんか絶妙にいい感じなんですよね。ここがねもしタイトだったら結構きついスタイリングになっていると思うんですけど、この緩さがあることによってこのタックインとのバランスが取れているのかなとは僕は思っているんですけれども、はい、ちょっと皆さんどうですかね。まあ、カメラ越しで見るとなんかちょっと微妙かなとも思うんですけど、結構鏡で見るとね割といい感じな気はしています。はい、よかったら参考に。はい、というわけで次はですね、僕の大好きなダウンと合わせたストリートコーデを組ませていただきました。やっぱり黒が落ち着きますね。でパンツなんですけれども、パンツはちょっとバルーンパンツを今回は使って全体的な膨らみを出したようなスタイリングにしています。シューズもですね、ちょっとボリュームのあるスニーカーを採用しています。まあ、結構丈長とかアームが広かったりだとか、ちょっとカジュアル感が強いトップスではあるので、まあ、こういう着こなしがなんだかんだ一番しやすいのかなっていう気はしますね。まあ、僕が好きっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、だいぶしっくりきたスタイリングになっているのかなと思います。まあ、一応春物のトップスではあるんですけど、まあ、この時期着たいっていうのであれば、やっぱこうやってダウンと合わせていくのがいいのかなと思います。まあ、コートよりかは多分こういうダウンとかブルゾンとかと合わせるのがいいのかもしれないですね。よかったら参考にしてみてください。はい、というわけで次はですね、ちょっと綺麗め感をできるだけ出せるようにスタイリングを組んでみました。いかがでしょう。このシャツをねワンポイント入れるだけでだいぶ綺麗め感が増すんじゃないのかなと思っております。パンツもですね、さっきはバルーンパンツだったんですけど、まあ、よりドレープ感のあるスラックスのパンツを今回使って、で足元はローファーということで、まあ、だいぶ先ほどとは違ったスタイリングになっていると思うんですけれども、皆さんいかがでしょう。やっぱロンティはねだいぶ着こなしによって幅がとてつもなく広がるので、非常に使いやすいアイテムですね。やっぱこのダークグリーンっていうのがねだいぶ個人的にはいいなと思ってて、まあ黒に合うのはもちろん、まあ、白を取り入れてもですね、こうやってアクセントカラーになってくれるんでめちゃくちゃ使いやすいですね。まあこういうコーデ僕あんまりしないんですけれども、結構なんか僕の偏見かもしれませんが、学生さんとか意外と好きかもなと思ってるんで、よかったら参考にしてみてください。はい、というわけで今回は WIM のロンティーをレビューさせていただきました。まあ実際にレビューしてみた感想としてはですね、アイテム単体としてのポテンシャルは非常に高いアイテムだなと思いました。生地は上品な質感になっていますし、シルエットも適度なオーバーサイズで非常に使いやすかったです。余裕があれば、まあ、別のカラーも買いたいなっていうぐらい僕は気に入りました。まだ春のトップスを悩んでいる方はですね、ぜひ一度こちらのアイテムチェックしていただきたいなと思います。で今回レビューしたダークグリーンはまだ在庫が残っているみたいなので、
気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。こちらの動画参考になりましたらですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。年内1万人を目指しておりますので、よかったら応援していただけると嬉しいです。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。